ミシェル・シャミアール・ミシェル・シャミアールは、フランスの政治家、ルイ14世の下で、国務教を務めた、パリの貴族の家に生まれる、1676年に、パリ高等法院評議員、西岸審議官、ルーアンの地方総監などを歴任する、この間マントノン夫人の地ぐを得る、1690年に財務官を経て、1699年9月5日、財政総監に就任、 1701年に陸軍卿も兼任した。財政総監としては、ルイ14世の治世末期の5300万リーブルに、上る財政赤字を解決することが求められたが、シャミアールには、能力も意志も欠けており、王の主導による戦争、軍事行動の抑制も、経済改革も着手することはできなかった。紙幣の一種であるビラッツで問題への流通を、比較したが、 増大する国債をどうともしがたかった。防番減衰の10分の一税に関する計画や、経済学者のピエール・ボア・ギュベールが建議した、太育の研究に着手するも、結局採用を見送った。1706年10月、シャミアールは、ルイ14世に対してこの年に支払う国債が2億8800万、リーブル、1707年に予想される。 財政赤字が1億6000万リーブルに達することを報告している。シャミヤールにとって、このような財政危機は、耐え難いオモニー以外の何者でもなく1706年には、すでに人意を漏らしていた。1700年に、商務評議会を設立し、国内産業の活性化による危機の打開を図ったが、フランス国内の世論は、 財政危機を収集できなかったシャミアールをルイ14世晩年の国家後輩の当事者とみなしていた。陸軍協も兼務した関係で、スペイン継承戦争におけるフランス軍の軍政に関しても責任を負った。陸将としては1704年のブレンハイムの戦い、1706年のラミーの戦い、1708年のアウデナールでの戦いによる3度の敗北のどに軍を編成し直した。 シャミアールは、ルイ14世に対して、和平交渉を進言するが、シャミアールの向こうのルイド・オービス・ソン・デラフィアード公爵の、率いる北、イタリアへ派遣されたフランス軍は、鳥の包囲に失敗し、プリンツオイゲンに敗北したため、シャミアールを取り巻く環境は悪化した。さらにマントノン夫人の支持も失い、1709年6月10日に、陸軍教を辞任、以後は、所領で陰性した。 ボルテールは、著書、ルイ14世の世紀で、シャミヤールの人柄を恩恵で入和と評し、財政相関と陸将の劇職を兼務することが困難であったため、投げ出す羽目になったと記述している。ありがとうございます。